共通イーソンギャンは、ホワイトロータスの入社、魔法のいくつかの異端を学びました。ホワイトロータスのリーダージョホングルオゴ殺された後、ヤンはこの小さな魔法の放浪に依存している、脱出しました。非常に豊富であるガーデンパビリオン、連れ、ヤンは手品を行うことにより、シー上に貴族の家族に行ってきました。この女性は時計に出てきました。ヤンの娘は後に家に行くために、彼女を得るために黒魔術を使用したい。貴族を見て綺麗でした。ヤン氏の二番目の妻、またいくつかの魅力。ヤンは、彼女は妖精のふりをし、ゴージャスな服を着てみましょう。彼女に木製の鳥を与え、彼女の運転技能を教え、その後、ヤネ氏からプッシュダウン、勢いよう舞う葉のような光として主観が、雲の飛行を運転しました。間もなく雲は、もはや全身が住んだ場所に来て、主は行く場所を知るようになってきました。その夜、明るい月光は、四化の丘を確認するために、見てクールダウン。主は、木製の鳥が、翼をフラップと飛び去った、木製の鳥の投票を置く、貴族の娘の資質に流すされています。その女性は、その後、鳥が飛ぶために、カーテンを開くために駆けつけた、色の鳥が飛んでみて、キャプチャニメイドを呼びました。ミスチェイス、鳥が、地面に落ちたが、見ての近くに、彼の翼は、鳥がミスのスカートの下に飛んだフラップ間には女性の鳥が空に飛ぶ運ぶ削除します。メイドを叫んだ。主はクラウドで言った。ブーは怖い加減男ではない。私はあなたが自宅欠場ちゃんイーの月は皇太后の第九の娘。彼女の昼と夜を格下げする皇太后この世のチャンスである今一時的に戻って一緒に彼女を移動しています。すぐにその後戻り、ミスが並んで飛行します。二つの教会は、爆竹を踏誰かのセット、スラバヤに到着起こった、驚いた鳥が落ちて、斜め下からの鳥の羽に遭遇する急位で、シュモホジは、倒れ学者の家に落ちてきました。共通医学者が、彼の家族は、極貧の男ジェングズヒいました。隣人の女性は、彼が受け入れることを拒否し、彼の家に夜に逃げていました。大女恨み離れて、彼女の夫の家の前で、共通医のカス、中将が彼自身をいじめると述べました。王の女性の夫は常に、その後、午前中に夜の共通医ホーム虐待に、不正となっています。共通医は、方法は、彼らが自分たちの土地を売却しないと、ライブに別の村に移動しました。訪問に占い師グーマシャン、共通意義を判断するには良い面と悪い幸運者は EAO1 があります。グーマが、彼は微笑んで言った参照、あなたの持ち物100万一貫した、あなたは私が無意味だったと思うんでした人々の休憩を見るために、ジャケットを着る理由は、共通意義は、彼は単にナンセンスであると言います。グーマ、慎重に彼を見て言った、はい、しかし、あなたは、まだ現在貧しいが、はるかに豊かから、共通意義は、まだ彼のナンセンスだと思います。グーマは言った、あなただけ金持ちでなく、美しさを得ることはありません。共通意義は、まだそれを信じていません。グーマは彼を押し出され、そして言った、急いで叶う。その後、お金のためにあなたに感謝する。その夜、一人で、来月共通意義に座って、突然、空から落下二人の女性があった。見て、美しいです。共通意義が、彼らはモンスターいる疑いがある。彼らはそれを疑問し、彼らが言うことを始めないだろう。共通意義は、村はただ真実を伝える。皆、主をそれを伝えるために行って、彼の人生に従うことを喜んで、外に漏れないように彼に尋ねました。共通意義は異なると思いますし、裕福な家庭の妻を欠場マジシャンは、その後、自宅に送られて、ミスを語りました。彼女の娘は、当惑泣いて、離れて、昼と夜を飛んでいるので、突然の手紙メッセージレポートの娘を、主徳ミス両親は、驚きの表情を持っていた。すぐに星空の夜迎えに、車を命じました。謝人具税は200の銀楽器、彼の娘の家を支払いました。共通意義は、美しい妻を得るを取っていた彼の家族を心配され、200銀を取得し、私は非常に満足して感じています。
彼の居場所グーマへのおかげで、グーマ、慎重に彼を見ていった。あなたの運はまだ完全に運で手に来ていない。銀の百音すがつり、歯を言及。ため、報酬を受け入れませんでした。家を、ジェントリーダルこれに先立ち、ヤンの逮捕を要求し、公式に非難されてきました。ヤンは逃げた。私は、どこへスケープするかわからないので、彼の家、仮囚を発行した逮捕令状を物色しました。死を恐れ、と、共通意義の叫びを取りました。共通意義は時間が、ヘルプエスケープトラブルに、彼を懇願し、ジェントリー誰が見て、主と一緒に、旅行やとっつぐは日蔵収賄の逮捕状を、保持しているため、良い方法を考えることができませんでした。彼は償うに、お金を使うことができ、最終的に、計画を実行しようとしたとしてジェントリーは、忠誠心の筐体を動かしました。共通意義の貴族と、友好などの二人の親戚のように、他の博物館でのライブのカップルを残しました。リで、採用ドーター時間の貴族、リュウはミスジングジーヤオを、元の結婚証明書に戻り、二つの場所に、その端に住んでいたことを聞いた交換、ある、ミスとの結婚が切断、ミスが両親に伝え、別の図兵用ポーか彼女を与えるために、準備ができジェントリー、彼女は、共通意義と結婚することを誓いました。共通意義は、非常に満足して、とても幸せな死を聞いた妾を志願しました。ジェントリー心配共通意義がない家庭は、ヤンのオークションハウスが公式なされていた彼は、それを購入するために、それはお金です。私たちは、共通意義に戻って、急いで商品を修復、先に得られたお金を思いつくために、新しい家を買って、メイドのサーバントを買って、10日間のお金がなくなりました。唯一の私は、再び貴族によって、資金を供給された時に、見逃したく、ある夜、主教ツイイワイ、私の夫の悪やんが、娘は、私が埋葬銀、意識ビットが動かなかったところ多分に銀を埋め、身にのみ、私は知っている、開花に埋葬されました。彼らは、一緒に掘り起こし、彼女は、お金を得ました。共通意義は、この魔法のグーマ占いを信じて、そして、彼に寛大な報酬を与えました。その後、貴族の娘が結婚し、豊富な持参金、数年間、共通意義は、この町で、最も裕福な男になりました。別の死は言った、ホワイトロータスは1位であり、ヤンは死んで破壊し、悪いことをし続ける。ほとんどの人は、正義がそう思っており、汚染されたと思います。誰が、神が、共通意義に、彼を残し思っただろう。それ以外の場合は、状況が改善しても、共通意義は、パビリオンを短時間で構築されたどのように幸運、それからの巨額の資金の蓄積を作ったのですか？彼は美しさを拒否したので、神は彼に二人の美しい女性を返済します。ねえ。クリエイターは話せませんでしたが、彼の意味は知っています。